消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがバヨーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、もちろんですで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと待ってね。あ、バテてんじゃねえかよ。早い早いって、早いって知ってるんすか。なんで知ってるんすか。いや、天サロじゃないんだよ。外野守備が知ってる。外野守備疲れちって始まってる。始まってます。なんだよ、言えよ。びっくりしました。急に似てるんで。いや、ない、ない翔平さんに今回は牽制を教えてもらいたいなと持って。俺が教えんの？教えてください、お願いします。夏バテっすよ。早くね？もう夏じゃないか。で、何塁側？ベンチ？ベンチ？何塁側ベンチ？僕らは想定は？想定は、まあランナーが自分がピッチャーでランナーが一塁の席。何塁側ベンチって聞いてんだよ。何塁側ベンチ？無視してんの。何塁側ベンチ？うちら何塁側ベンチ？まあいつもあるのがまあ一塁側。三塁側でしょうか。はい、三塁側ね。三塁側ね。三塁側ね。オッケー。はい。じゃあランナー一塁ね。はい。牽制ね。まず三塁の守備のやつをこう見て。気に入ってる。まあサイン見て。はい。オッケーってやつじゃん。止めるでしょ。で三塁ベンチ見てアイコンタクトして。今だ。そう、今だを知りたいでしょ。今だ、この今だをどうしてるか知りたいでしょ。そうですよ。こうするじゃん、構えるじゃん。まあ、構え方も大事。足ピーンと伸ばす人もいるし、こういう人もいるし、開く人もいるし、まあいろいろあると思うんですけど、はい、まあ適当に今日はまあまっすぐで、まっすぐ普通にこう膝を軽く曲げた感じにしますよ。こうやって膝をね、こうやって曲げてますよ。まあ曲げますよ、こうやって。で、牽制の仕方はまずプレートをまたいで曲げる。 OK、 はい、いくよ。牽制をするときにプレートを外さないで、そのまま軸足だけで、これ軸足だけですか。そう、軸足、軸足キープで、この動ける足あんじゃん、はい、動ける足を後ろに、後ろになるべくこの、まあでも最近いないけどね、あんまこの辺が多い。この真後ろの人ってあんまいない。この足を真後ろにしなきゃいけないっていうルールな気もするけど、でもプロの人もあんましてないから。まあ後ろに足を引くっていう意味ですか。そう、完全にこの、ただ回転する人、はい、もしくはちょっとこっちでね、ステップするのよ、後ろに。それってボーク取られやすくないですか。取れないですよね。取られないですか。うん、こうでしょ。いいじゃん、足見えた。スローで、はい、か、これはね、アウトできない。わかりやすいんですか。そう、だからやるとしたら、プロもいるけど、プロの人もいるけど、右足指導。そう、ちょっとこういう感じ、もしくは後ろに引くか、足を、右足を後ろに引くか。そう、あとはもうタイミング、間とタイミング、首の位置。基本的にさ、構えるでしょ、こうやって構えるじゃん。はい、そしたらこの左目の奥でこうランナーを見るわけよ。はいはい、基本ね。基本、もしくは
キャッチャーからこうやってこういうなんかサインがあったりね、サードからあるんだったらいいんだけど、基本的に自分でこう目でこうやって見て見える位置になるから、俺カッチャー開くんだよ体。はい。開く。こうやってやりつつも左目で実は見てる。で首動かして OK。肩はダメ。肩はダメです。首は OK。首は OK。首はどんだけ動かしても、あ、太陽、あ、カラスがみたいな、それで OK。どこ見ても大丈夫。大丈夫。大丈夫、全然平気。首 OK。そこで、あとは、こう投げるときに、まあ、形だけ覚えて、形だけね。はい。形だけ。形はまず覚える。形はまず覚えて、はい、こっから、はい、外す。外す。外す。ここから、そのままプレートついたままステップして、あとはもうちょっと応用でいくと、首の位置とかをこう、なんだろう、癖があるわけですよ。癖。あ、そうです、ね。こうやってさ、投げる人がいる。この人首をこうやってやってこれでいくなみたいな。そういう時にあえての首を動かさないと。たまにこう動く。基本的にこっち向いたら投げるかなと思うじゃない。はい、そうです。その時にこうなるんだけど、見た時に相手をちょっと騙す。見た時に投げるみたいな。そう。だってランナー的には投げるんじゃねえかっていう、この動くじゃないですか。動きます。投げる時に向こう投げるから動くわけじゃない。はい。でピッチャー的にはなるべく動いてほしいんだよ、牽制の時に。牽制するってなった時に騙したいわけよ。騙したいですね。誰かにこっちに投げる風にするか。で、スタートこっちに投げますよ、こっちに投げますよってやっといて、実は投げませんよ。スタート切らしてアウトにさせる。そう、よくね、アウトになるじゃんな、こいつね、めちゃめちゃアウトになるじゃんな、飛び出して。確かに投げてもないのに急に走り出す時あるじゃんな。それについてね、単独も本当ね、ダメよね。そうですね。っていうのがこの3つぐらい、うん、これね、外すやつと、投げるんじゃねえかと思わしといて牽制する。はい、はい、ちょっとやってみたら、軽く首を、で、まずプレート見て、サイン見て、サイン見て、サイン見て、キャッチャーのサイン見て、そっから構えんの君は。違います。キャッチャーのサイン見て。バカだ、ほんと。で、ランナーちょっと見て、全然三塁ベンチ見ないじゃん。三塁ベンチ見る理由教えてやろうか。確かに。リラックス、リラックス。三塁の守備のやつとか見るのはリラックス。硬いじゃん、もうさ牽制の時点でもうさ硬いですね。キャッチャーがさ、こっちしか神経いかないじゃん。それでバレるから、背中でバレちゃう。だそこは逆に、なんだろう、リラックスしてランナーに、あ、投げないなと思わせる。あんまりこっちこう、あんまりこう注意してないなっていう思わせるために、はい、三塁ベンチ見たり、リラックスした状態で投げる。そうで、そしてセット入ります。ベンチ見ます。リラックスしてる。リラックス超します。そう、でも本当こう投げるだけになってるわ。ホームに投げるっていう、なんかそういうオーラみたいなのがない。牽制しますよみたいな配線になってるから。じゃあ前かがみの方が、まあ、いい。もちろん当たり前だ。ホームに投げるって見せかけて牽制するんだから。牽制するためにさ、牽制ちょっと待ってね、牽制もうちょっと待ってね、牽制しますね、牽制ホームに投げる予定で、はい、いや、そうそう、うん、しらける話ばっかすんなよ。
もう笑おうぜ。学ぶ気ないでしょこいつ。学ぶ気ない？学ぶ気ないでしょ絶対。学ぶ気あります。全然学ぶ気ないでしょ。首の位置も大事、首のこの位置も大事、首のこのなった瞬間にこうなるとかさ、意味わかる？ランナーが見てさ、首見てない、見てんな見てんなって時にさ、止まったぐらいにさ、こうやってこう投げんのかどうなのかなって思うじゃん。こうやって意味わかる？こうやって見てる中でこの時ってさ、多分ランナーリラックスできるわけ、多少の見てるから見てる。その時に牽制する、こうやって。大事大事大事です。はい、ということで、はい、一塁牽制のね方法ですけど、これでちょっと分かったなって人はチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。